豪雨被害からの復興と観光の拠点になっていた東峰村の施設に突然破産するとの通知が貼り出され村に困惑が広がっていますおよそ3年前にオープンした東峰村の観光施設ですが突如閉鎖が決まったということです旧小石原小学校を改修したアクア,くれアクレアタ小石原は食事や陶芸なども楽しむことができ 九州豪雨で被災した東峰村の復興と観光の拠点です。しかし、運営会社の小石原ドットコムは。一昨日付けで資金繰りに急し、事業継続が困難になった。破産申し立ての手続きを行う予定と掲示し、閉鎖。ええー。割と最近の建物だからですね。ああ、ちょっと驚きですね。<laughs> せっかくねあのいい場所にできてたから残念ですね従業員にはおととい突如解雇通知が渡され経営者への憤りの声が聞かれました施設の改修費用の4億円は東方村が負担していて村は今後施設をどう存続させるのか対応を迫られることになります